もう朝か。俺の名はモブオ、中学生だ。はぁ、あ、学校だるいな、行きたくないな。よし、寝るか。立ちました。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避、フラグちゃん。いや、おはようフラグちゃん。おはようございます、モブオさん。朝起きて早々死亡フラグを立てるなんてさすがモブオさんですね。死亡フラグ、ちゃんと学校に行かないのは社会的に死亡フラグですよ。笑わせないでくれよ。今の時代学校に行かない子供だっているんだよ。人生は冒険や、死んだらあかん。不登校に何かしら理由があるならいいですが、モブオさんはただサボりたいだけですよね。ちゃんと通わないと。断る。俺は学校には行かない。今日から期末テストだし、勉強してないし、眠いし。勉強してないのが悪いんじゃないですか。眠いのも夜遅くまでゲームやってたからでしょ。全部自己責任ですよ。何を言っても無駄だよフラグちゃん。もう決めたんだ、俺は全力で学校をサボる。決め顔でカッコつけないでください。仮病を使う。モブオさん、学校休むためには親の許可が必要なんじゃないですか。その通りだよフラグちゃん。学校をサボるための最大の難関、それは親の許可を取らなければ学校を休むことはできないということ。必ずこの試練を乗り越えてみせる。モブオ、もう学校の時間よ。来た。ちょっとモブオ、まだ寝てるの。ブヘウホイヘア、あー頭痛い。うわ、わざとらしい演技ですね。あらやだ、風邪かしら。熱測ってみる。うん、はい、これ体温計、測り終わったら言ってね。よし、計画通り。よしじゃないですよ、モブオさん熱なんてないでしょ。体温測っても平熱ですよ。確かに俺の体温は平熱だよ。けどね、体温計の温度を上げるだけならやりようはある。どうするつもりですか。まあ見ててよ。モブオ飛天ミツルギ流、脇こすり。うわりゃー、え、まさかの摩擦熱。よし、これだけこすれば大丈夫か。ぬれぬれ、うえぇ、40度。よし、これだけ高熱が出ていれば学校を休まざるを得ないだろう。あ、どうしたのフラグちゃん。なんか体温計臭くないですか。失礼だな。俺の秋そんなに臭い。はい。え、そんなに臭い。そっか、臭い。モブオ、どう。母さん、ほら見てこれ。40度も熱あるの。いや、そうなんだよね。さすがにこれじゃ学校行けないよね。けどあんた40度の割にはずいぶん元気じゃない。ギク。ねえモブオ、もう一度お母さんの前で体温測ってみて。はい。とっとと学校行ってきなさい。くそ、熱を出す。次の日、昨日はしくじったが今日こそは学校をサボってやるぞ。ちゃんと学校行ってください。昨日は仮病だったからな。本当に熱を出せば母親も文句を言えまい。そこまでして学校サボりたいんですか。というわけで、こっちまで寒くなってきます。これでさすがに風邪をひくはず。さあどうだ。なんで熱が上がらないんだ。モブオ、早く学校行きなさい。ただいま。効果が出始めたみたいですね。学校行った後に風邪ひいちゃ意味ないんだよ。まあけどこれで明日は休めるぞ。次の日、なんで熱下がってんだよ。まあこんなる気はしてましたけどね。絶対起きない。 Next day。 モブオさん、朝ですよ。おい、モブオさん、起きてますよね。おい、死んじゃったんですか。あ、あんなところに巨乳で美人なお姉さんが。え、どこどこ。嘘です。なんだよ、起きて損した。うん、やっぱり起きてるんじゃないですか。モブオ、早く起きなさい。いつまで寝てるの。学校遅刻しちゃうわよ。聞いてるの。何を言っても無駄だよ母さん。俺はもう一生布団と結婚したから、誰も私たちを引き離したりはできない。もうあんたって子、いいから起きなさい。今日という今日こそは学校サボるんだよ。ついに親の前で堂々とサボる宣言をしてしまいましたね。学校をサボるなんて許さないわよ。何をされたって俺は寝続けるぞ。そんなに連れて行きたきゃ俺を学校まで持っていくんだな。ねえ何あれ、なんであいつ寝てんの。まさか本当に連れてこられるとは。もういい加減ちゃんと学校行った方がいいですよ。身の危険を知らせる。
モボーさん、今日こそはちゃんと学校行ってくださいね。いやだね、もう次の作戦考えてるんだから。モボーさんの悪巧みは死亡フラグが立ちやすいんですから気をつけてくださいね。っていうかよく考えたらさ、死亡フラグが立ってる状況ってさ、学校行くどころじゃなくない？え？そうだよ、だって死ぬかもしれないんだよ。これは正当な休む理由でしょ。それはどうですかね。母さん、俺死亡フラグが立ってるから休むよ。はあ、あんた何言ってんの。この子が死神で俺の命を奪いに来てるんだよ。だから学校行くどころじゃないんだ。どうもね、これなら休んでいいでしょ。あなた死神なの？今の話は本当なのかしら。はい、確かに私は死神ですし、死亡フラグは立ってます。ほらね。ですが死亡フラグが立っているのはモボウさんが学校をサボろうとしているからです。ちゃんと学校に行けば死亡フラグは立ちませんって言ってるけど。でしょ、うん、え、もういい加減学校サボるの諦めたらどうですか。おのれ、こうなったらこっちにも考えがあるぞ。そしてアニアムウッタリ、行ってきます。お坊さん、ようやく学校に行く気になったんですね。まあね。あれ、けど今日って土曜日ですよね。学校お休みじゃないですか。おお、休みだよ。え、じゃあなんで投稿したんですか。え、くらえ。昨日ネット通販で買ったんだ。いや、手に入れるの大変だったよ。なんで学校壊しちゃうんですか。頭おかしいんですか。俺気づいたんだよ、学校があるからサボらなきゃいけないって。なら学校をなくせばサボらなくて済むなって。一回自分のセリフ文章に起こしてみた方がいいですよ。よし、これで学校行かなくて済むぞ。キャッホー。学校には行かなくて済むかもしれませんが、どうやら別の場所に行く必要がありそうですね。え、もちろんモブはこの後逮捕された。皆さんはちゃんと学校に行きましょうね。絶対学校を壊したらダメですよ。チャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグ。